ノブナガンは、久サマによる日本の漫画、コミックアーススターにて、2011年6月号から2015年8月28日更新分まで連載。2013年5月10日にアニメ化が発表された。後にテレビアニメ化であることが発表され、2014年1月から3月にかけて東京 MX 他にて放送された。詳細は、テレビアニメを参照。 ごく平凡な日本人女子高生、小倉塩が仲間と共に地球の生態系を脅かす宇宙生物進化侵略隊と戦う SF バトルアクション漫画。公式サイトではスタイリッシュアクションコミックのコピーが掲げられている。小倉塩を含む主要キャラクターたちは歴史上の偉人の遺伝子を改良して特殊能力を得た良い,い遺伝子ホルダーとして 国際的な防衛組織、土豪に所属し、人類共通の敵である、進化侵略隊との戦いを描く。偉人の魂を武器に変え、進化する怪獣に立ち向かえ、というキャッチコピーの通り、主人公の敵は、宇宙から来た怪獣である。作者の久さまさとが、怪獣は小さい頃からずっと好きだったと語り、久さまさとの趣味が爆発した作品とも言われる。人類と、 宇宙怪獣との戦いを描く作品としては、小説、宇宙の戦士アニメ、トップを狙え、映画、ガメラにレギオン襲来の流れを組むとの評価もある。2013年、修学旅行で台湾の高尾市ハスイケタンに訪れていた女子高生、小倉塩は、突如出現した怪獣、進化侵略隊の群れに襲撃される。台湾軍の攻撃も歯が立たない中、 取り残された、友人、浅カオルを救おうとする彼女の前に、超国家機関、土豪のエージェントで、偉人の魂を受け継ぎその力で戦う、いい遺伝子ホルダーが現れる。そのエージェントである、切り裂きジャックこと、アダム・ミューア・アヘッドは、通常兵器が効かない、進化侵略隊に対して、ナイフで戦うが、油断して負傷してしまう。アダムが落とした。 英雄ボールを拾い上げた塩は、失われていた魂の記憶 -1582、15年の本能寺の変における、織田信長隊の遺伝子が覚醒した。信長の望んでいた銃の武器を得た塩は、新たな良い,い遺伝子ホルダー、信長となり、駆けつけた他の良い,い遺伝子ホルダーたちと共に進化、侵略隊を殲滅する。進化侵略隊の台湾上陸により、その活動が、 海から陸へと広がり始めたことを知った土豪は、その存在を世界に明らかにする。そして、カオルに励まされて、土豪に参加した潮も、進化侵略隊との戦いに身を投じていく。第二小隊第一小隊第三小隊第四、小隊上記のほか、同じく通信画面でのみ登場した隊員が2名いる。特殊繁盛総部所属不明探行本の帯などにおいてはしばしば、 ウルトラシリーズ調の影絵で表現される。一種の宇宙怪獣。飛い先の惑星に住まう生物のそれをなぞるように、すさまじい速さで進化を遂げ、最終的にはその惑星の生態系を乗っ取った後、細胞を宇宙へ放って、他の惑星を目指す。通常兵器による攻撃は通用せず、E 遺伝子ホルダーのみが有効な攻撃を行える。 かつて土偶の母性を滅ぼし、地球にも10年ほど前から小型の隕石に紛れて、単細胞の形で飛来した後、しばらくは古代魚のような形態で水中に生息していたが、本編開始時点で上陸に至った。進化を経て様々な形態を獲得しており、単行本の巻末には、詳細な進化侵略体大図鑑が記されている。2013年8月2日にテレビアニメ化が、 発表され、同年12月25日には、第1話の先行上映会が、ヤクルトホールで開催された。2014年1月から3月にかけて放送された。全13話。監督は、ケロロ軍曹の近藤信弘、シリーズ構成は、ロザリオとヴァンパイアや、ツーハートの山口博アニメーション制作は、デビルサバイバーにザアニメーションや、 三つどもえのブリッジがそれぞれ担当する。上記のほか、日テレオンデマンドや DMM.com などでも配信中。ありがとうございます。